ガス警報器ガス警報器またはガス検知器とは漏れた燃料用ガスや不完全燃焼によって生じた一酸化炭素を検知して警報を発する装置である。都市ガスや LP ガスといった燃料用ガスには漏洩が人間にもわかるように意図的に匂いをつけている。しかしガス漏れが起きた場所に人がいなかったり就寝中などの場合、匂いに気づかない場合がある。 また、近年の住宅は高機密化されているため、換気せずに、室内でガス器具を使い続けると不完全燃焼を起こして一酸化炭素が発生する危険性が高い。そこでガス漏れや不完全燃焼の発生を警報音によって知らせることで事故を未然に防止する。燃料ガスのみを検知するタイプ。都市ガス用と LP ガス用がある。燃料ガスと一酸化炭素を検知するタイプ。 現在販売されているのは都市ガス用のみである。燃料ガスと一酸化炭素に加え火災も検知できるタイプ。対応する燃料ガスは都市ガス用と LP ガス用があり、さらに火災検知方式は煙式と熱式がある。ガス警報器本体から警報音が鳴るだけの方式。警報音はガス警報器が最初に開発された当初は電磁ブザー。 その後は、圧電ブザーによるものが主流であったが、最近では、家庭内の他の機器のブザー音と区別できるように、警報音に加えて、音声で警報するタイプが多く、警報音だけのものであってもスイープ音を採用するなど、確実にガス警報器の音であると判別でき、かつ高音域が聞き取りづらい高齢者にもよく、聞こえるように工夫されているものも多い。 音声警報のメッセージ内容は、ガス警報機構業界に加盟しているメーカーの製品においては、下記の通り統一されている。蒸気の単体警報方式の機能に加えて、建物の戸外にも警報ブーザーを設置し、近所の人たちにも異常を知らせることができる。ビルやマンション等に採用される方式で、消防法の基準を満たすものはガス漏れ、火災警報設備と呼ばれる。 蒸気の単体警報方式の機能に加えて、管理人室など逃がす漏れ受信機を設置し、建物のどの場所で異常が発生したかがわかるシステムである。マンションの場合は、各住戸内のインターホン親機が受信機の機能を有し、住戸内、住戸玄関、管理室で警報を発する方式が一般的である。これらのシステムにおいては、正常時は警報器本体から、 受信機に対して直流 6V の電圧がかかっていることをもって正常とみなす仕組みになっているので警報器の電源が切られたり警報器と受信機をつなぐ配線が断線した場合も受信機に異常表示が出る。半導体式半導体の表面にガスが吸着することによって半導体の電気抵抗が減少することで検知する。安価で確実にガスを検知できることから 本方式の発明は、家庭用にガス警報器を普及させる大きなきっかけとなった。しかし、経年劣化により感度が高くなるため、アルコール等の雑ガスによる誤報が発生しやすくなる。接触燃焼式電流を流している。発金線にガスが接触すると微小な燃焼を起こし、発金線の電気抵抗が増加することで検知する。半導体式よりも歴史が古く、 精度も高い方式であるが反動体式と比べてコストが高い。気体熱電動式空気とガスはそれぞれ熱伝導度が異なるため電流を流している発金線にガスが接触するとその温度が変化する。その結果電気抵抗も変化することで検知する。電気化学式電気化学的な検出法の1、例として一酸化炭素などの還元性の 検知対象ガスが存在すると検知局では、触媒上で、空気中の水蒸気と以下の反応式で示される、反応が発生する。c o h 2を c o 2に h 2 e 検知局と対極を電気的に接続すると検知局で、発生したプロトンは、イオン電動体を介して、同時に発生した電子は、外部の電線を介して、それぞれ対極に到達して、対極上で、 空気中の酸素との間で以下の反応式で示される反応が発生する。O22H2EH2O、e、つまりこのセンサはガスを活物質とする電池とみなすことができる。CO2、CO2、ガスセンサとして使う場合は、検知局と対局を電気的に接続して、その短絡電流を測定する。ガス警報器には、ガス漏れや、不完全燃焼。 火災発生時に警報を発するほかに、外部機器を接続することでガス会社や警備会社に自動的に通報したり、ガスメーターに接続することで自動的にガスの供給を停止する機能や、部屋の温度や湿度を常時監視し、熱中症や空気の乾燥の注意喚起メッセージを流す機能、電源表示等に高輝度白色 LED と光を拡散させるカバーを用い、 かつ調光機能も備えることで、常夜灯としての機能等を持った製品もある。空気より軽いガスの場合、検知部が天井面から 30cm 以内かつ燃焼器具から 8m 以内になるように設置する。空気より重いガスの場合、検知部が床面から 30cm 以内かつ燃焼器具から 4m 以内になるように設置する。なお、火器のような場所には設置してはならない。 空気より軽いガスの場合空気より重いガスの場合ガス警報器には有効期限があるので期限が切れたものは交換する必要がある。また月に一度は点検口より付属の試験ガスを認識させまさしく動作することを確認する。ありがとうございます。